真面目にやってコツコツ。すみません、ここに置いておきます。本当に取りに行ったのか。あ、この二人は。この二人が僕に用があるそうで、少し離れる必要があります。すみませんが、しばらくは店番を休みます。ちょうど賃金を払おうと思ってたところだ。どこへだって行きたい場所に行くといい。俺んとこにずっといる必要はないんだ。え？知ってるさ。お前さんが俺の手伝いをしてるのは、雨宿りをさせたことへの礼だってな。な、金も受け取ろうとしねえのはそのせいだろ。そういえばあの日はあんなに雨が激しかったのに、お前さんはのこのことゆっくり気ままに歩いてたな。I mean, he does have a rain hat. 雨に濡れるのも気にせず、急いで行くような場所があるようにも見えなかった。おかしいだろう。目的地もないのに。なぜ雨の中を歩く必要がある？急いでるわけでもないのに、なぜ雨に濡れながら外にいるんだ？ああ。だが、俺がお前さんを引き取ったのは、ただのついでだ。大した骨折りでもないし、恩に切られる筋合いもない。自分の時間と生活を大切にするといい。しかし僕にはそんなもの。いえ、あなたの言う通りですね。ここでお別れしましょう。町へ連れてきてくれてありがとうございました。気にするな。これでもたくさん人を見てきたが、なんてことはない。お前さんが自分の歩む道を見つけられることを祈ってるよ。感謝します。 It feels weird having him be so nice. 待っていてくれてありがとうございました。行きましょう。 So...What exactly are we gonna do? Are we like gonna give him back his memories or something? Because that's kinda mean to do. Yo, Nahida! Can I scan her?Nope, can't scan Nahida. Yo, I found someone. Nahida! Nahida! どうしたの？あら？あなたは？こんにちは。急に伺ってすみません。オイラたち、街でこいつに会ったんだけど、何も覚えてないみたいで、とにかくいろんなことが起こったんだ。Tell Lesser Lord Kusanali what happened in the Grand Bazaar. つまり、あなたはテイワット各地を放浪しながら修行をしていると。私の知る限り、そういったものは修験者と呼ばれているはずだけれど、どうして自分を放浪者だと呼んでいるのかしら？はい、こちらの方が僕のようなものに合っているかと思いましたので、まるで寝なし草のような名前で。しかし、この二人は僕を知っているようなのです。しかも、他の者は知らない僕の過去まで。過去というより、うん、説明するのがとても難しいわ。このような言葉を使うのはあまり好きではないのだけど、あなたの状況だと、もしかしたら前哨と呼んだ方がいいのかもしれないわ。前世みたいな感じか？ええ、昔というにはずっと距離が遠く、あなた自身には全く知りえない状況のことね。聞きたいのですが、その前哨における僕はどんな人だったのですか？そうですか、わかりました。何か言いたげなのに
それを言うのが忍びない。どうやら前哨の僕はとても褒められたようなものではなかったようですね。We're just trying to think where to start. 言いにくいのは、そのことが今の僕に大きなショックを与えてしまうからなのでしょう。けれど、僕は受け入れられます。真実を教えてください。そんなに真実が気になるの？はい。じゃあ、はっきり言うわね。前哨でのあなたは、悪とされることを数多くしていたわ。あなたは他者によって死にかけ、他者もあなたのせいで死んだ。人ならざる者として生まれ、神を憎み、人間を嫌った。あなたは終始さまよい、たとえ居場所や身分を手に入れても、立ち止まる理由を見つけられなかった。なぜなら、その時のあなたは、自分に心が欠けていると思い込んで疑わなかったから。執着という根は、時として、茎を伝って苦き果実を実らせる。合衆から逃れられない以上、あなたが喜びを感じることはないわ。Nahida tells the wanderer about his past. 全てを使い果たして、歴史を少し揺さぶっただけですか。結果だけ見れば、確かにそうだと言えるわね。今聞いた一切を単に正しいか間違いかで判断することは僕にはできません。人の行ういかなる選択も時と場所によって決まる。因が果をもたらし、罪が重なり業となる。真理とはもとよりそういうものよ。正しさもあればそれ相応の間違いもある。でも万象と万物は生まれながらにして複雑であり、こういった対立的な概念だけではっきりとするようなものじゃないわ。前哨の僕は皆から好かれていなかったようですね。No kidding. 別に傷つけようとしてるわけじゃないんだ。ただオイラたちにとっては確かにそうだったってだけで。 You and me?Your enemies. That's what it was. しかし、今僕のために真実を取り戻してくれたのは、敵であったあなたたちではないですか？ just doesn't feel right. なあ、もう！こいつって、ただ敵と全く同じ見た目ってだけの知らない人だろ？ Why are you upset, Paimon? You don't remember. 全くの無実じゃないとは思うけど、かといって問い詰めることもできない。すごく変な感覚だぞ。クラクサ・ナリデビ様、知恵の神であるあなたが言うのなら、それは全て真実なのでしょ？ええ、全て真実よ。あなたさえよければ真実の記憶を見せてもいいわ。はい、この目で直々に見届け、斧が罪悪を直接経験したいと思います。たとえ今のあなたの精神がそれにより鞭打たれることになっても、僕は人形、心も名もないただの人形です。逃れられない因果を除いて僕を動かし満たすものは何もありません。なら、あなたの願いを叶えてあげるわ。ちょっと待った、オイラたちもついていくべきじゃないか。グランドバザールからこいつを連れてきたのはオイラたちだし。心配はいりません。たとえ危険にあっても、それはもとより僕が受けるべきものです。旅人、私の代わりにこの過程を見届けてきてくれるかしら。 True. そうだな。お前は今状況が特殊だから、オイラたちがナヒーダの代わりに見張っててやるぜ。うん、わかりました。ありがとう。じゃあ準備をお願いね。Enter the memory. 全部丸見えね。Can't scan Nahida, but I can scan him. 全て向き合います。
きちんと準備してね。そこに何があろうと、できる限り。Here we go! Yeah! That's a lot of fatui. It's really chugging now, I wonder why.ここって稲妻みたいだな。あなたたちのいる空間は、私が記憶の内容を抽出して再現した無境よ。記憶を見れば真実を知ることができるけど、記憶にある敵の映像を怒らせてしまうこともあるから、安全には気をつけてね。まるで本当にその場にいるような感覚だ。オイラたちも来てよかったぜ。僕にそこまでしてくれる必要はありません。僕は守るに値する対象ではないんですから。でもオイラたち、途中でやめるようなことはしないんだ。前はお前が原因でやるべきことが途中で止まっちゃったからな。 And now we're just finishing the job. そうですか、ありがとうございます。放浪者、ここは雷神が残兵を安置した場所、借景の館よ。あなたの前哨はここに大量の記憶を残しているわ。それってある意味ここがこいつの出身地ってことか。そうとも言えるわね。理由はすぐにわかるわ。足音がするようです。崩れた岩の後ろにこんな大きな空間があったなんてな。まさか消化骨髄を採掘していたタイが残したのか。いや違うな、内部の作りは完璧で保存状態もいい。普通の人間にできることではない。どうしてこんなところに人が倒れてるんだ。君はしゃべれるのか。どうしたんだ、怪我をしてここから出られないのか。いや怪我はないな。それにこの身分の高そうな服、一体何者なんだ。この男はカツラギといって、トラチオの養子である神輿長政の助手だったの。彼は借景の館に残されていた残兵を見つけ、タタラスナに運んだんだわ。それによってその後の全てが起こったんだよな。改ざんされていない記録の中では、カツラギは長政に殺されたわ。外に連れてってやる、仲間が近くにいるんだ。もう少しだけ耐えてくれ。タタラスナ事件において責任者であった庭は職人に偽装した博士に殺害され、当時歌舞伎者と称されていた残兵は行方不明となった。そして神輿長政は2番目の責任者として責任を負う必要があったの。葛城はかつて長政に助けられたことで長政に忠実を誓っていた。そんな葛城の揺るがない決意により、長政に自分を殺させ、タタラスナ事件の幕を閉じさせたの。葛城って人、いい人だったんだな。見た目は無人のようですが、慈愛に満ちた顔立ちです。どうして彼は幸福な最後を迎えられなかったのでしょう。チェーズ。痛くしちゃうかも。チキン。Anything else here?長政様、この子供を崩れた洞窟で見つけました。自分の名前も覚えていないようです。名前がないと困るだろうに。先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたが。構わない、それでいい。
カツラギ、こっちに仲間が増えたことを丹羽様に報告してきてくれ。This one, do we? How does one leave this room? I'm assuming it has something to do with that one. Oh, and the food is right over here. Anything over here?There are more chests, seeing chests, yes, I'm dressed. Up through the portal! Yahoo! Oh, I came back! I hear voices. Wow, this is where you were born? It's beautiful. There's no one here, but...君と同じで僕も捨てられたんだ。当時僕はここに住んでた。いい場所でもないからここに引っ越してくることはないよ。うん、聞いたんだけど僕のお父さんとお母さんは二人とも刀を打ってたんだってさ。でも工場の管理人さんが亡くなってお父さんも病で倒れてお父さんも僕と同じようにいつも咳をしてたらしい。それからお母さんも同じように咳が止まらなくなって。でも君はそうなってはならない。僕との約束を守ってよ。うん、僕たちはもう家族だからずっと一緒だよ。この子には名前がない。というよりジャンヒョウも彼の名前を知らなかった。彼の父親は彼に名前をつける前に亡くなったの。母親が亡くなってからこの子はかやぶきの小屋に一人残され隣人に育てられた。そしてタタラスナを離れたジャンヒョウは偶然にも自分と同じく名前のない彼に出会い、彼と約束を交わして一緒に暮らした。その子供って最後は幼くして病で亡くなったわ。ある日ジャンヒョウが家に帰ると彼が息を引き取っていることに気づいたの。おい、一体どうしたんだ。返事をしろ。家族のように一緒に暮らした約束したのに、結局君も庭たちのように僕を裏切るんだね。声が途絶えた。どうやら記憶はここまでのようですね。引き続き進もうぜ。And on which we go! Go away! Go there!Oh, I need a short enough. Fight? No fight? Chest? Any chest? 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 Any chest? Chest? No chest? Run!Just? And just? どうして僕の行く先を阻む？阻んでいるわけではない。待っ
ているのだ。貴様の正体は一種の武器だ。鋼鉄の意志のために刺激されることも、そのまま放浪を続けることもできる。僕を仲間に引き込もうと。反抗の運命はすでに幕を開け、席に加わり祝宴に参加しようでは。逃げ道はありますか。覚えたわよ。Break everything, break everything. There's got to be a chest somewhere over there. Hut, 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 hut. Nothing. Hut. Oh, it's this creepy ass place.とても暗い場所です。あ、ここなら知ってるぞ。稲妻の邪眼工場だな。改ざんされていない記録の中では、旅人はかつてこの地で残票にあったわ。嫌な感じだ。見覚えがあるぜ。I remember this. It was such an unsettling place. おい、あっちを見ろ。つまり親愛なる淑女様は、あのアホどもとこの工場を僕に託してくださるということか。もうあんたの手下なのよ。下げすんで何かいいことがあるのかしら。認めたくないようだけど、あんたも計画の一環なんだから。それともアビスで戦う方が有意義だったかしら。まあもちろん博士の実験体になるよりつまらないのは認めるわ。The voice sounds very different. 本当によく舌が回るようだね。もっとも、その口で得をしたことはほとんどないみたいだけど、これからの任務に向けて少し気持ちの持ちようを変えることをお勧めするよ。言われなくてもこれから何があるかくらい知ってるわよ。そうかな。あえてもう一言だけ言っておこう。自分が無敵だなんて思わないことだね。ましてや感情に任せて物事を処理するなんてもってのほかだ。あら、私を心配してくれているのかしら。まさか。君が僕の足手まといにならないことを願ってるだけさ。君の他人に迷惑をかける能力は講師といい勝負だからね。私はただこの混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって捨てられたものとしてもっとひどいことをしたいと思ってるんじゃない。覚えてるかしら。稲妻にいたあの時、投稿を何人も殺したんでしょ。雷電五花殿の末裔もさぞかし苦しんだんでしょうね。あらあら、その表情。過去を追想するのはやめた方がいいわよ。そろそろそのかわいそうな舌をしまって毒を吐くのをやめてちょうだい。それじゃまたね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって体中に火のついた女の分際でよくも僕にそんなことが言えるな。まあいい、誰かがここを見つけるのも時間の問題だ。その時が来たらどんな表情で出迎えてあげようか。陰謀はことここに至ってもまだ断ち切られていないわ。引き続き次の話を体験するけど、放浪者まだ耐えられるかしら。はい、心配はいりません。どうして黙って私を見てるのかしら。
もっと人に好かれるように振る舞おうとか、こう思わないわけ？僕の義務は君に好かれることじゃない。それに君の目には最初から利益と結果以外のものなんてないだろ、魔女さん。迷子のお人形が第6位に上がれたのだって他より少し頑丈だったってだけじゃない。そんなのが長所ですって。君と接しているとまるで烈焰と交遊している気分になるね。だけどお互い殺し合う前にまずはやるべき責務を果たした方がいい。 No chest. Woohoo, I went for chest. Where are the chests?スレールに着いたみたいだ。お、あれって正論派の賢者ナフィスが本計画への加入を断ったことにより、私が彼に代わってこの実験に参加することになりました。歓迎しよう。良い協力関係を築けることを願っているぞ。いつから始めるんだ。もう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、神になるというのは決して容易なことではない。生態改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに連結に成功した後、彼の体は機体と完全に紐付けされ単独行動ができなくなる。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。そうだろ、博士。お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな実験対象だ。お前のおかげで私はより多くの情報を手に入れられる。だがあの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何時もアビスの中にこもるようになってしまった。会う機会が激減したことで知識の純度を上げるのも難しくなってしまった。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい？私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつけた方がいい、スカラマシュ。確かにお前は役に立つが、だからといってお前が不滅だということにはならない。また博士だ。嫌な感じの場面だぜ。あのものからはとても深い邪悪の気配がします。 He's called the Doctor. He's behind everything in the universe. あいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞ。オイラもだ。引き続き進みましょう。はいしゃー。Okay, go back through the hall. Nothing around for us to hear. What if I... No? Yes. Na-na-na. I'm down. 神様、あなたは僕が悪であると思いますか？あれらがあなたであると認めるなら、悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに、人と人形に違いはあるのでしょうか？あなたにとっての前哨や多少の自分は、あなたと何か違いはある？もしもないとしたら、人と人形だって何も違いはないと思わないかしら。人の世の霊団に耐え、喜怒哀楽を味わう者は人である。そして生老病死を憎み、愛し泣き怒る者も同じく人よ。僕は十分に多くの過去を見ました。もし可能ならば、僕が背負うはずだったあれらの罪を取り戻したいと思います。どんな結果になろうと
僕に課せられた非難と制裁から逃れるつもりはありません。これは当然の報い、受けるべきものです。 Are you saying... その記憶を僕に渡してくれませんか。え、でもそれじゃあお前は今の身分を失うってことだろ。僕は常々、人という生命個体はある法則に従ってなると思っています。それは過去の経験の集積です。僕は人形として世に生まれましたが、同じ法則を背負っています。記憶を取り戻すことはあなたを完全に前哨の位置に戻すことを意味するわ。あなたによって捨てられた感情も全てあなたの体内へと戻る。Oh, no. 本当にいいのね。元よりこの胸に開いた穴と共に生きてきました。人形を想像したものは僕を必要としなかった。 I don't know. I like this one way more. 目覚めた後、僕は放浪を始めました。それからあなたたちに出会って気づいたのです。この失われた罪こそ、あるいは僕が僕になれるきっかけかもしれないと。 This is true meaning of Greater Lord Rukarubaka's words. Person can't erase themselves, and even though the original melody has gone, this person will live on in his place. Are a person's sin an inescapable part of their destiny too? 僕は生まれながらにして他者より願いを抱きやすく、修験者となっても徹底的に悟ることはできませんでした。どうやらそれこそ僕が自らに招いた呪いなのでしょう。だからお願いです、宿命を変える意味を僕に与え、僕の放浪を終わらせてください。わかったわ。すでに決心したのならこれらをあなたへ返すわ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。だからこそここで終わるわけにはいかないんだ。What a way to come back. 実に不愉快。
記憶が完全に戻ったのか？無駄口を叩くな。虫けらが属性を見下ろせ。せい。やっと。これで君は居場所を失う。風よ。へい。笑える。無力な凡衆め、属性を見下ろさん。やった。やった。せ。礼をわきまえぬ虫けらが。臨天105。天へと舞い。早く。風よ。はっ。ふ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 っ。愚か者め、僕の視界から消え失せろ。 And he's back to being all like that. 消えた。オイラたちの勝ちか。 Probably. 聞くまでもないだろ。僕がそいつに負けるはずがない。えへへ、言葉遣いが戻ってきたな。自分を取り戻したみたいだ。でも、あの中にいたのもお前だろ。そんなに自慢できることかよ。悪いね。僕は他人にも自分にも薄情なのさ。Now that you've recovered your memories, the past will catch up to you. その言い方、まるで僕を心配してるみたいじゃないか。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができなかったとしても、君のおかげで多くの真実を知ることができた。記憶の読み取りはとても順調にいったわね。この無境も使命を果たせたわ。行こう。話は外に出てからだ。はい。Well, that was ominous looking. Like, no big chest. Boo!There's probably a big chest behind that door. 帰りなさい、旅人、タイモン、そして、ザンヒョ。なんだかすっごく長い旅をしたみたいだ。疲れたぜ。But you expect that, man? もしかして、この名前は不満かしら。別に。ただ、そろそろ名前を変えなくてはと思ってね。You won't go by the Balladeer anymore? 博士があれだけのことをしたと知った今、引き続き彼と関係のある称号を使うわけがないだろう。僕がファデュイの方に戻ることはないし、そのつもりもない。きっと多くの人がこの件に影響されたから。そもそも第6位が誰だったか覚えてるとも限らないしね。つまりファデュイを離れるってことか。Call it a tactical retreat, Paimon. 君の言う通りだ、クラクサナリデビ。すべてが無駄に見えたとしても、意味がないとは限らない。少なくとも、多くの人に僕のことを忘れさせることができた。だからといって、あなたの身から過去が消えるわけではないわ。それはもちろんさ。それから、あなたが全力を尽くして追い求めていたこと、その最も革新的な目的はまだ達成されていない。その点についても分かってほしいわ。世界を変え、過去を変え、
他人の運命を変えるのはそんなに容易なことではないの。あなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚妄よ。たとえこの世から残票がいなくなっても、世界があなたの意志に従って動くことはないわ。そうだね。本当に笑えるよ。そこまでやってこんな結果になったこと後悔してないのか？たとえ僕に何の価値がなくても、この世において後悔に値することなんて最初からないのさ。クラクサナリデビ、世界中にあった情報は君がわざとあそこに残したんだね。できる限りあなたが自然に情報を得られるようだいぶ工夫したんだから。どうしてそこまでするんだ？僕を抱き込むつもりか？これは正直に言うべきね。過去の経歴によってあなたは私にとってもスメールにとっても有用な個体となったの。あなたを仲間にすることは確かに私の計画の一部だった。でもその前に私は過去の真実をあなたに教えたかったの。もし利用するだけなら私は博士と何も変わらなくなってしまうから。本当に冴えているようだ。これは私が持つべき美徳なのかもしれないわね。他者にとって有用であること、それが価値というものだ。だからこそ罪人であっても僕は再び利用される理由を手に入れられたというわけだ。ああそうか、危うく忘れるところだったよ。君たちは正義の側で僕とは違っていたんだっけ？ Yeah, 悪いけど僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も全部が全部打算だとは思ってないよ。君のその知恵が優れた助っ人を持つことを定めたんだからね。そう思ってくれてよかったわ、旅人。これから私は世界中に深く隠された秘密をより一層研究し発掘しようと思うの。もちろん世界中に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりもね。その前後に何があるのか私も知りたいもの。 Thank you. Let's hope we can find some answers. え？旅人。え？僕が世界中の情報の激流に飛び込んだ後、どうして稲妻に行った？ Because I wanted to know what you changed. だから彼らに変わった後の運命を尋ねたのか。何はともあれ助けてもらったわけだし、この恩は全力を尽くして返そう。 Please don't make it sound like I'm extorting you. 個体と個体の間には借りとそれを返すだけの関係しかないんだ。僕たちはいずれ必ず貸し借りのない関係になる。気にする必要はない。そうではないわ。人と人との関係は決して簡単に白紙に戻せるようなものではないの。Yeah, あなたもきっと感じたことがあるでしょう。あなたの人生に現れた人は水滴が蒸発するように消えはしない。この世には本当に貸し借りのない関係なんてないのよ。取り返しのつかないことや変えられないことがあるからこそ、人の世には感情が芽吹くの。あなたの感じるものは全て真実であって、あなたの犯した過ちが補われることはない。亀裂を背負ったまま生きていくのが人間というものよ。人間になるかどうかはあなたが選んでちょうだい。心臓のない人間なんていないだろ。それに僕はとっくに人間になろうなんて考えるのはやめてるんだ。あなたは心臓がなくても苦痛を理解することができる。あなたはただ感情を封じ込めているだけよ。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来という線が十分に長いのであれば、
過去は相対的にごく短い区間に過ぎないわ。どうやら僕をどうするべきかもう考えてあるようだね。I hope you can give Nahida a chance. いろんなことが混ざって難しい話になってるけど、一番重要なのはナヒーダについて行った方がいいってことだな。じゃないとオイラたちもなんでここまでしたのかわからなくなっちゃうぞ。 And off he goes. It's funny that Nahida looks like a disapproving parent. だったら君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。お祝いとして自分に新しい名前でもつけてみるのはどう？早く早く！オイラもお前にひっどいあだ名をつけてやる。なんだって？だってオイラまだお前のことあんまり好きじゃないし。It's okay, you can pick an ugly nickname for Paimon. なら、今後はあまり会わない方がいいかもね。名前は人生で最初の贈り物。はっきりとは言わなかったけど、あなたがそう考えていることは知っているわ。今回は彼女とパイモンがいろいろと手助けしてくれたし、どんな名前にするか決められないのなら、彼女たちの意見を聞いてみるといいわ。You want us to decide? You know, yeah, Paimon is a girl, so that's why it's kind of Joe Bachi. Damn it! Oira, a da na shika tsukerare nai! Matomo na namae wa muri da zo! Omae ni makaseru ze! Imagine giving some bullshit name. Omoi tsuita kai? What? Name change rules. You can obtain the item an effortless stroke from the Archon Quest, which allows you to change Wanderer's name. Please note that some names cannot be utilized in this change. Once you rename this character, some interface in the game going forward will display the name that you've chosen. There's a limit on the number of times you can rename the characters or do so. Okay. Oh, people are gonna name such terrible names. Hold on. So, I found the VA's name. Writing it in Romanized letters was too much, but if I do this, I can somehow fit it. We're doing this. It's Tetsuya Kakihara. Name cannot contain spaces. Nah, yeah, that should work. Kakihara-san. 決まったかい? Sure. 君の言う通りにしよう。これで、あなたも名前を持つ人間になったわね。I know I should have named. ゆっくり考えるといいよ。僕を不幸に陥れた者たちに。I should have named Nanashi. いつか代価を払ってもらうさ。That one would make more sense. Hakase wa ne. Tachiba ga kawatta wa ne. Anata no kore kara no michi mo sore ni awasete kawatte iku to omou wa. Demo sore wa ima sugu to iu wake janai. Ima wa mada jikan wo kakete jibun jishin wo seiri suru hitsuyou ga aru to omou wa. Mou hitatsu.今の稲妻にはまだライデン五花伝の末裔が少しいたね。彼らの中には僕とライデン五花伝の関係を知っている
いや、知るべきだった人がいるはずだ。僕はしばらくスメールを離れるつもりはない。もしも君が稲妻で彼らを見かけたら教えてやるといい。僕こそがライデン五花伝を失墜させた元凶だとね。たとえこのことが世界から抹消されたとしても、彼らには真実を知る権利がある。なるほど、それがあなたの選択なのね。え、でもそうなったら。なんてことはないさ。彼らが望むなら刀で僕の胸を突き刺しても構わない。というより本来そうするべきだったんだ。 Fine, fine, if that's what you desire. 単純明快だね。悪くない。さて、おしゃべりはこの辺にしよう。またね、賢明なる神。そして君たちも。言っちゃったな。Do we still have the device to rename him? I want to rename him to Nanashi. 彼にとっていきなり一生を過ごしたような気分だったでしょうね。そんなこと誰でも気持ちの整理には時間がかかるわ。おう、そうだな。あいつは相変わらずあいつだけど、態度はちょっと丸くなった感じがするぜ。There were some bumps along the way, but it's all over now. これでやっとご飯を食べに行けるよな。おいら腹ペコだぞ。Sure, sure, Paimon. 落ち着ける場所を探して存分に休みましょう。はいはいはい。Hello?思いついた。神輿長政を小説の最後に持ってこよう。つまり物語の他の登場人物はもういないということか。そうだ。神輿長政は最後まで寿命を全うしたらしいから、最後を飾る叙述者にぴったりだと思ったんだ。異様な雰囲気は消え去った。だがこれから先何十年と、この剣はまるで暗雲のように神輿長政の心にまとわりつくのだった。年老いた彼はある日夢を見た。大たたら長政という宝刀が作られたその日の夜、皆は喜びに踊り、絵を描き、舞い、酒を飲んだ。すべての喜びは炉の中の火に溶け、紅の雲と化し、神輿長政が人生において最後に見た日の出を包んでいった。人生という道は長い。そのことを何か言おうとした時には、すでにどう表現すればいいかわからなくなっていた。I really want to change that name. I'm embarrassed by it now.